ウィスコンちゃんです。今回ですね、1週間早くリリーをゲットできる3200円のパックがあるんですけど、まあ、それちょっと買ってリリーどんな感じなのか検証していこうかなと思うんですけど、まずいろいろもらえますね。3200円で2000コイン、2200パワーポイントで、エメラルド80でコイン2000。まあ結論から言うと、まあ、このパック、リリー弱いんで誰も買わなくていいです。はい。で、あのコンテンツクリエイターブーストがこれもういらないです。あのもう誰も買わないんで、あのもう紹介しないんです。やっていきましょう。ファングでいいです。ファングの方が強いです。まあハイパーチャージまずないし、ハイパーチャージないし、まあ、ガジェットこうやってね、あの闇のテリトリーに中入っていきなり不意打ちみたいなこともできるんですけど、3秒間ね実質3対2になるんですよね。まあまあちょっと強いなお前。味方が頑張ってんな、味方頑張ってんですけど、あとね、モーティスでいいです。別に射程がクソ短いし、別に火力も高くない、2400っていう、もうタンクも勝てないんですよね結局。でモーティスってなんか3人にウルト当てまくったら意外となんかタンクも勝てたりする時あるじゃないですか。もうこのキャラクター全然無理で、ウルトもたまりにくいし、ガジェット切れた瞬間もうこいつの貢献するところ終了ということで、まあ、一旦ウルト使って、でウルトもね、なんと当てにくいですこのキャラクター。もう本当にどうしたらいいのかしらって感じですね。じゃあそっから、でもガジェットなくなったんで、もうここで決めるしかないんですよ。ここで決めないと俺の負けが決まっちゃう。ちょっと待ってよ、一旦落ち着いて待って。もうウルトもね当てにくいのよ。別にさ、そのウルトの最終到達地点のところにワープするとかでもいいのに、それやったらドリブルとかもしやすいんですけど、もうそれすらない。もうウルト外した瞬間もう人権剥奪、もうマジ終わりなんですよね。でガジェット切れた瞬間、あの瞬間移動して敵倒したとしても、あの帰ることできないんで、あそこでもうギタギタにされて死ぬし、まあ端的に言うと、モーティスの介護官、バズの介護官、ファングの介護官、ありとあらゆる介護官を凝縮したスープみたいな、俺的にはね、まあ、人によるかもしれないですけど、まあ、俺的にはそんな感じで、あの一緒にやってるこの、リスピクトグリッピーって方もね、あの返金してくれ金返せとまで言ってるぐらいあんま強くないと。まあまあもしかしたら強いよ。でこういう場面も、もうウルト当てなきゃもうゴミだから、本当にもう射程もないし、もういやウルトを 100% で当てれますみたいな人は別のキャラ使ってください。もうあの普通にファング使った方がいいんじゃないですかねって。であのほらさっきも言った通り、別にファングってさ、ウルト外したとしてもそこでなんか通常攻撃打ったら、その近くにとりあえずワープさえすればガジェット使ってなんか倒せたりするんですけど、こいつもうなんもねえから、なんもない、弱すぎる。どうしたらいいのかね。俺の使い道が悪いんですか。違います、リリーが弱いんです。もういらないですこのキャラクター、本当に弱いと思う。まああのザベスとかは一瞬で倒せるんですけどね、一応的なことちょっと言いすぎると、まあんまりよろしくないっぽいんで、まあ、強いところも探していきましょう。まあこの闇のテリトリー入って、そこからエリザベスなんざもう一瞬でしばきます。はい、はい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 、かわいいね。何はダメ、あのだいぶ近づかないと攻撃与えられないんで、ナーニの餌食なんですよね。あの基本的にナーニの3発食らう圏内で攻撃するんで、あのナーニはダメで、ザベスとかもね意外とガジェット使われたらもう近づけねーってなって、意外と倒せなかったりで、ジャッキーはねシンプルに勝てない、火力不足、意外とリロードも遅いんで、まあこの5600圏内やったら結構強いんですけど、もうこうなったらもう無理よこうなったら弱いっていう感じで、基本死んでるかな。生きてる時間より死んでる時間の方が体感長いレベルで弱い。で戦ってる時間よりもこの帰ってくるこの、ああもうここもねもう当たんないのよ、通常攻撃が短すぎて。でこういうエリザベスとかいけるんですけど、なにはしばかれる弾の出が遅い、リロードがクソ遅い。なんでこいつの修正するべき点は、まずウルトが、あでもこれバレたな、しかも闇のテリトリー入るときね結構エフェクト出るんすよ。なんで上手いやつにはバレるんすよ。もう草むらの中で完全に0.5 秒ぐらい動かずにやったら結構いけるんすけど、ナイスナイスリスペクトグリッピー。なんでどうしよっかな、なんか序盤の方にいいこと言おうみたいな、こうやって、待ってもう闇のテリトリー警戒して敵どっか行ったわエリザベス
まあ、こういう使い方ちょっと特殊ですね。これができたら強い。うん、これはこれだけは強いけど。はい、先生質問です。ファングでできないんですかと。あ、いい質問です。ファングで大丈夫です。うん、ファングの方がいいです。なんならね、あっぶね死にそうで、ここで何倒したいけど倒せない。うん、ちょっとね、もうどうしたらいいか分かんないのよね。俺の使い方が間違ってんのかな。でもこれ以上ないんですよね。あ、でガジェットとスタパなんですけど、闇のテリトリーじゃない方のガジェットは帰れない。倒すだけ倒して死ぬ自分が。で最悪もうなんか倒せなかったりする。だって近づけないからさ。そう、さっきまでのムーブはまずガジェットでエリザベス倒して、前線押し上げてエリザベスでウルト貯めてみたいなムーブなんですけど、まあ、それもできないからさ。え、もうこれグリッピーいないと絶対勝てないもん。出た時のファングとかそいつ一人で勝てたもん。さあ続きまして殲滅なんですけど、殲滅は強くねと。だってこのまず体力低いキャラクター多いんですよね、まあ、ブロックとか、まあ、クロウとかね。まあジャッキーに行った瞬間即死なのは決定してるんで、決定事項なんで、もう揺るがない事実なん でここの辺でガジェット使ってまずブロック倒しましょうと。ジャッキーが近いと、帰りたいけど帰れないと。うん、じゃあお前ガジェット使わずに近づけと。できないです。はい、そんなできるわけないんですよ、こんな射程も短くてね。ファングは一応ね、あ、終わりだ。ファングは遠くに攻撃できたりするんで、回復阻止とかもね一応できたりするんですよ。なんで使い道がなくなるってほどなくなることはないんですよね、このキャラクター。うん、近く以外何もできないんですからね。じゃあこいつはいくらの価値があるんですかと。3200円でガンは高すぎると、誰も買わなくていいって言ってるなら、まあ、いくらでなら買いますかと。そうっすね、ピュレ組ぐらい。120円なら買うかな。まあ、俺はあくまで全キャラ持ってるからって話なんですけど、ピュレ組ぐらいの値段やったら買ってもいいかな。もうこういう時はガジェットで逃げるしかない。この貴重なガジェットをもう逃げるためだけに使わなくちゃいけないっていうこの弱さ、この生物的弱さ、まあ、ちょっと苦しいっすね。まあこれ攻める時も帰る時もガジェット必要なんで、完全に枯渇してるんですよね、ガジェットが。これプラワンガジェットなかったらもうほんと終わってんのよな俺。ちなみに、まあ、気持ちよさは格別よ。だって一瞬で敵滅ぶもん。でここどうしよう、ガジェットどうしよう。でそこまあブロックかな、 C っていうならブロックなら倒せる。でもねこの闇のテリトリー入るときなんか草むら2マスぐらいないとねバレるんですよね、ちょっと入りましたよみたいな。いやこう行きたくても、ほらもう行きたくても行けないのよ。今ファングなら行けた、バズでも行けた、まあ、バズやったらガジェット使えば別にいいし、まあ、モーティスなんてもう絶好のチャンスやからね、ちょっと弱いかな。はい、ということで公認がさ、こういうのもなんですけど俺はいいかな。うん、買いたいモチベがある人、お前の動画見たせいで買う気失せたやんけって人はもう一回ちょっとヤピさんの動画見て、あ、やっぱり買おうかなって感じで考えてみてはいかがでしょうか。ということで今回ご視聴ありがとうございました。やっぱ真実を伝えたい、俺はね、嘘じゃなくて。